こんにちは、Bレジェンドの辻本です。今日は減量中におすすめの炭水化物5選についてお話しさせていただきます。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。今日は減量中におすすめの炭水化物5選という形でお話しさせていただきます。私自身もつい最近減量していたんですけれども、減量中とはいえ炭水化物というのは体のエネルギーとなりますので、非常に重要な栄養素になります。減量中に私自身が食べている炭水化物を今回は案内させていただくんですけれども、炭水化物を選択する上で重要にしている点がありまして、私が炭水化物を選択するときに重要にしているのが、満足感。これはですね、同じですね、カロリーであってもより多く食べれるっていうところであったり、咀嚼、噛み応えとかですね、そういったところで満足感を得るっていうところと、あとは減量中っていうのはですね、どうしてもこう栄養素が偏ってしまいがちになるので、微量栄養素、ビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富であるかどうかっていうところと、最後に自分自身が好きか嫌いかっていうところ、やはり減量中であっても好きなものを食べていたいので、そういうところをポイントに今回はお話しさせていただきたいと思います。1つ目、麦ご飯です。いろんな種類があると思うんですけれども、私自身が減量中よく使うのがもち麦という種類なんですけれども、大麦の一種になります。皆さんも聞かれたことや食べられたこともある方も多いと思うんですけれども、非常に食感がもちもちとあってですね、玄米とかが苦手な方も非常にこのもち麦っていうのはおすすめです。で、特におすすめの理由が、食物繊維が非常に豊富なので、その中でも、水溶性の食物繊維というのが豊富でですね、腸内細菌の餌になったり、そういった形で腸内環境を整える、効果があるので、このもち麦っていうのは、よく本当に食べてました。食べ方なんですけれども、白米に少し混ぜて食べていただくっていうのもおすすめですし、私はお茶漬けのように食べたりですね、スープの中に入れたりして、このもち麦っていうのを、よく活用してたので、皆さんもぜひ試していただければと思います。2つ目が春雨です。春雨はじゃがいもやさつまいも、とうもろこしなどのでんぷんが原材料となってるんですけれども、何より低カロリー低 GI 値で、減量中でも食べていただける炭水化物源だと思います。特に、水分を多く含むので、同じカロリーでも量をたくさん取れるというところが、春雨の非常におすすめのポイントになります。食べ方はですね、スープに入れたりもするんですけど、よく私が食べていたのは、お味噌汁にも入れたり、やっぱりこう傘を増したい時にですね、春雨をそのまま入れて食べてました。お腹の持ちも良くてですね、何より量が食べれるので、満足感が得られるので、減量中におすすめの炭水化物になります。3つ目、さつまいもです。これはですね、本当によく食べられる方も多いと思うんですけれども、私自身も減量中はよく食べています。今でしたら、コンビニやスーパーで焼き芋として売られてたりとかですね、干し芋として売られてたりするものもあると思うんですけど、食べ方は結構そのままお芋を買って炊飯器でふかしてお塩で食べたり、干し芋で食べたり、もうその焼き芋で食べたり、それぞれなんですけれども、さつまいものいいところは、ビタミン B1、ビタミン C、ないしはもう食物繊維も豊富なんですけれども、スイーツでもよく使われるんですけど、甘みがあって、私自身スイートポテトとか、そういうのも好きなので、さつまいも食べてると、もう本当に、スイーツを食べてるような感覚で、満足感を得られるので、さつまいもはよく
これも減量中に食べてみます。4つ目、そばです。まあ、そばもいろいろ種類はあると思うんですけれども、麺類の中で、まあ、そばっていうのは、まあ、これは非常にですね栄養価が豊富で、ビタミン、食物繊維、まあ、あとルチンって言われるような血管をですね、まあ、強くするような働きのある成分が含まれてたりと、非常に栄養価が豊富になってます。食べ方としてはやっぱり暑い時期はですね、あのざるそばなんかにして、まあ、食べることも多いですし、冬なんかちょっと寒くなってきたら温かいおそばとして食べることも、まあ、多くあります。まあ、私個人的には、まあ、固めコシがある方が好きなので、まあ、ちょっと早めに茹でたり、してですね、より、歯ごたえを感じながら、食べることが、まあ、多いです。で最後5つ目、バナナです。まあ、バナナも普段から食べられている方っていうのは非常に多いと思うんですけれども、バナナはもう本当に毎日のように食べてはいます。これは減量中に限らずなんですけれども、一番まあいいところはどこでもまあ手軽に買えるっていうところがまず一つですね。あとはですね、手軽に食べれるっていうところがまあ非常にバナナのいいところなんですけれども、でバナナにはもう一つですね、いい点がありまして、まあ、よく運動のシーンで使われることが多いと思うんですけれども、バナナには3種類の糖が含まれてます。これはですね、すぐエネルギーになるというのと、ちょっとしてからエネルギーになる、で、まあ、さらにもう少ししてからエネルギーになるっていうような形で、吸収のスピードがそれぞれ違う糖が含まれるので、私自身もトレーニングする上で、まあ、すぐエネルギーになる、で、まあ、運動中にもエネルギーになって、それが持続するっていう形でトレーニングシーンではよく利用します。あとはカリウムやカルシウムなどのミネラル分も豊富に含まれてますので、まあ、そういった意味でもバナナをよく食べるようにしています。今日は私が減量中に、まあ、実際によく食べている炭水化物をご紹介させていただきました。それぞれの食材でこれが絶対にいいということは、まあ、ないんですけれども、まあ、ぜひですね、皆さんも、まあ、食べられてないものであれば試していただいて、合う合わないなども考慮しながら食材を選んでいただければと思います。今日の動画が参考になったという方は、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。また、Bレジェンドの公式サイトでもお得な情報、セールのご案内を配信しておりますので、概要欄の方からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。